ハイカラお昼の解決テレビ。街に出かければきっと何か見つかる。思わずにんまりしたり、綺麗だな、よかったな、驚きだな、知ってて知らない話が聞けるかも。素敵でちょっぴり刺激的な世界へ今日もご案内。始まります、お昼の解決テレビ。なぜタワーズは生まれたのか。それは建築の未来を考えているうちに誕生した資材土産のエキスパート、タワーズ。現場のスムーズな資材配置で無駄をなくす。タワーズを成長させているのは社員たち。面接した時、人柄がすごい良かったので、お仕事が完了できた時など、お客さんからありがとうと言っていただいたり。そう、タワーズには夢が詰まっている。求人登録も簡単。今日から俺はタワーズ。このようなお悩みありませんか？ストレスフリー療法はストレスを減らすために長年研究開発した療法です。ストレスフリー療法、銀座すきや橋クリニック。はい、こんにちは、プリティ長島です。ですね、リヨコです。はい、そして、はい、石垣美恵です。ようこそ勝浦市へ。勝浦市長の照川由美子と申します。ここの海岸は先週と同じ、これ興津海岸。そうですよ、しっとり感のある、ええ、今日は景観もいいですよね。はい。で、ここであのコーナー、ヘルカー勝浦市長のご当地クイズ。はい、恒例です。勝浦の由来は、はい、古くはどこから来ているでしょう。勝浦という名前がついた、うんうん、あの由来、由来三番の勝の占い、はい、勝つ、うん、勝を占うで勝浦、はい、吉根さんは、あの三番、同じ勝浦。三番って行きたいとこなんですけど、一、はい、番二番三番全部正解。正解は全部。勝浦町って、うん、徳島と、ええ、それから和歌山の南紀市ら、うん、南紀の勝浦ね、こことあの勝浦市はお付き合いを、はい、今もしているわけです。はいはいはい、でね、土佐の地域で勝つ占う、はい、勝つ占めるっていうね、はいはい、うん、これが、徳島県の徳島市の印部に名を由来を持っていると。いうふうに、なるほど、または天然の良好、うんうん、あの優れた、裏で港があるというところで、うんうん、の意味、はい、それも含まって、まあ全問、あの3つとも正解。はい、勝浦という由緒ある地名に負けていないのが興津海岸。ブルーフラッグは2年目ですが、はい、これから先もここが安全で豊かな、そして皆さんが楽しめる海にしてまいりたいと、うん、そしてね、プリティさん、はいはい、あの山々、ええ、この里山も豊かなね、うん、注目をしてくださいね、はいはい、これからそういう風な、海と里山、うんうん、勝浦の小高い山々にも自慢があるようなので行ってみましょう。海岸線、興津海岸から山道を登ってきて、それなおかつ山道を開拓して登ってきたところ、はい、思い出しますね。はい、懐かしいですね。懐かしいって、懐かしいだってつい最近のようなお二人の年齢からすれば、はいはい、この木はこう斜めになってた枯れ木はそのまま、ただその反対側にあるのがこの素敵なウッドデッキにね、なんか素敵なご夫婦がいますけども、うん、こんにちは、ご無沙汰でございます。リスッコファミリーキャンプ場です。こんにちはどうしたんだよ、2年前あんな元気だったのにさそう、2年前に伺った時は森を整備中、しかもご夫婦で切り開いてきました。基礎工事やっだけやってもらって、あとは全部夫婦2人で、上から下まで中の壁板も全部ご夫婦で仕上げました。
で早速ですが、新しい施設をちょっとご紹介いただけないでしょうか。はい、行きましょう。ご主人が切り開いた小道を登り、これがなかったですよね。これなかったです。これいつ建てたんですか。これもまあ2年前くらいに一気にドンってやって、こっちはね、屋根と骨組みとあと基礎だけ大工さんにお願いして、あと壁とか内装とか全部。これ奥さん手伝ったの、やったの。私がほとんど貼りました。ほとんど旦那は何やってたの時旦那はその時水道管を自分で引いてたんじゃないかな。森の中にしっかり溶け込む優しい建物ですね。ここはどういうとこですか。ここはお客さんが炊事場としてその洗い物をしたりとか、あとはトイレがあります。で、なんかお子様用のトイレっていうのがあるんだけども、やっぱこれもファミリー向けっていうことで、はい、あ、そうですね、キャンプでこうちょうどこの子ですね、はいはいはい、この子のサイズだとトイレトレーニングとか始めてるんですよ、でなんですけど、普通のキャンプ場の大人用のトイレとかだとできない、ちょっとできないんで、もその保育園とかにあるのと全く同じものがついてる。持参するんですか。あ、そうです、うちはもう全部持ってきていただいてて、そう、はい、基本的にはその泊まってる場所で調理をしたりとかするんですけど、お皿洗ったりとか、お鍋洗ったりとか、うん、そういう時に使っていただく形になってます。で、子供が一緒にお手伝いができるように、うちの子供専用ですね。あ、こっちのちっちゃなの、ここで、出しすぎ出しすぎ出しすぎだよ。お父さんお母さんと並んで洗い物ができる、お手伝いができる、すごいね、すごいでしょ、すごい、立派だよね、すごい安心しますよね。お客さんで中学生くらいの子が個室で寝てて、お父さんが朝方探し回ってた時、周りの木々たちの成長を見ながら伐採してベランダの手すりを作った。見てください、これ手すり、気づきました、これお目が高い、ナチュラルそのもので、これ製材の一番表のカス、これ建てたんですけど、結局お客さん入ってきていろいろ話してると、いろいろここをああしてあげたいとかこうしてあげたいが出てきちゃって、まだ次のステップが出てきちゃうんだ、はい、それでシャワーを作っちゃって、うちの木でヒノキ張りを全部外も中もやって、ヒノキの香りがあふれるシャワー棟に完成させたいっていう話。あとは私のこだわりで、例えばちょっと触った時に虫がいたら嫌だから、蜘蛛の巣を頑張って落とすとか、でお湯が出るようにとか、こうコンタクトを外しても大丈夫なようにこう台が欲しいとか、そういうなんかもう自分の欲求をいろいろ詰め込んだので、で多分同世代のお母さんたちからは使いやすいっていうふうに思ってもらってるのかなと思います。実体験だ。竹やぶから切り出して作った竹の弓、紐があってね。あ、そうです。これはあれですね、ポックリですね。あ、ポックリ。そうか。ポックリ、ポックリ、はい。素朴な竹玩具。これをリスの小道という小山で遊び、探検ごっこ。もう時間を忘れるほど夢中になれそう。主役は子供じゃない。何ですか、これ。親子でキャンプした。親子ね。はいはい。ちゃんと思い出を作って帰って。最近こうアスレチックとかやると子供だけ楽しんでるとか、親は親同士で話をしててとかっていうのがちょっと寂しいなと思って、そう、せっかくお父さん頑張ってキャンプに来たら親子で思い出を作って楽しんで。ではでは、リスっ子の森の案内人兼宣伝部長にまとめてもらいましょう。子供たちと遊ぶ時間ってどうですか。楽しい。おお、その言葉が欲しかったんだよ。勝浦の里山で待ってます。さて、再び海岸に戻ると別世界。ありがとうございました。とんでもございません。しかもエンディングにこんな素晴らしいシーンを用意していただけるとは、はい、ねえ、大自然の、天然の雲海っていうか、そうですね、霧が見事に、はい、これが涼しさの秘密です。そうですね、この素晴らしい勝浦を見に来ませんか。はい、素晴らしい何かをお土産に持ち帰ってください。
そして美しい海を未来につなげてまいりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、最後に照川市長の願い事を聞いてみた。はい、皆さん美しい海をみんなで守っていきましょうね。それでは、いや、勝浦市最高に涼しくて素晴らしい街でした。一方、東京江戸川区水江、住宅街の中にあるんですけども、割と駅近のね、ハンドメイドの雑貨屋さんご紹介したいと思います。行きましょう。お邪魔したのは白を基調としたおしゃれな入り口、デュースというお店。ぎっしり並んだハンドメイドの小物たちがお出迎え。見ているだけで気持ちが高ぶる。何点、なんかもうほぼほぼ、はい、ほぼほぼ何点ぐらい、50人ぐらいの作家さんが、はいはい、あ、そんないらっしゃるんですか。そうですね、いろんなカテゴリーで、はい、委託をして、はい、ここで販売っていう形。数千点ぐらいありそうですね。あるのかな、あるかもしれないです ね、うんうん、50人の作家さんは全国からですか。そうですね、結構近隣の作家さんが多いですけど。近隣にもいらっしゃる、うんうん、では奥をご案内。これは、レジンを使ったやつね。そう、そうか、自然効果で固まる、やつで、こういうちょっと海表現してるの、はいはい、海中の貝殻たちに和みます。これはトレーで、あ、トレーなんだ、重い。そう、タイルなんでしっかり重みがありますね。コースター、コースター、コースターね、うん、いいです。見てて気持ちほっこり。作家さんたちの人柄が伝わるものばかり。さらに奥に行くと、あれ、これシャンプー台ですよ。はい、あっちサロンに美容室になってるんです。え、岩本さんが美容師さんもやられてる。そうです。あ、そうなんですか。はい、まあ、私だけっていう形になったんで、じゃあこっちを何か利用できたらいいんじゃないか。あ、ね、あ、そっかそっか。じゃあ今美容師さんは岩本さんだけで。そうですね、うん、まだまだ楽しいものが横たわし。ああ、本当だ、あんなの。エコタワシ。エコタワシなんです。エコタワシなんですか。食器とかを洗う。ああ、これそうなんですか。スポンジ的な感じ。これが。そうなんです。こうやってできるんだ。かわいい。使うのもったいない感じです。ねえ。ねえ。もう手作りなのに。ねえ。の金額。安い。日中はやっぱ主婦層というか、ママくる、はい、ぐらいの年代が多くて、うんうん、夕方とかになるとちょっと子連れの方とかが来たりとかみたいな感じですかね。見てるだけでも結構楽しいですもんね。見ているだけではなく、ここで作っちゃおうと子供たちのワークショップにもお邪魔。アイスソーダなのかな。食べれないから。何回った今。食べれないから。今日のワークショップは、はい、かき氷の貯金箱、はい、ここからコインを入れる。今は夏休み中なので結構子供向けのワークショップが多いんですけ ど、はい、夏休み以外の時は、うん、割と大人向けの、編み物とハンドメイドのくくりの中では一通り。貯金箱って分かんないからお金取られる心配ないですね。そうですね、防犯上もいいみたいな、うん、親子でついつい手に取りたくなる昭和レトロコーナー。そしてこの間の地域のお祭りで持ってったんで、その作家さんたちの、寄付でだいたい中身が。あ、そっか、中身が雑貨なんですね、はい、そうなんです、作家さんたちが寄付してくれたものなので。なるほど、お祭りの時は持ってってっていう感じで、フードパントリーとかを月に1回開催してもらってたりとかして、うん、と NPO 法人でやってる活動の場所として月に1回開放してると、うんうん、やってもらってる。素晴らしい活動ですね。就労支援の活動とか、就労支援の活動とか入れていきたいなっていう気持ちはありますけど。そうなんですね。
地元密着のコミュニティ、そして温かみのあるハンドメイドたちと運命的な出会いがきっとありますよ。ということで、ここで恒例の応援マジック開始。好きな数字一つ言っていただいて、それ使いたいなと思うんですけど。6で。何6がいいですか。マークは。ダイヤ。ダイヤの6番。動かさずにダイヤの6探したいと思います。あの一瞬で終わるんでよく思います。ダイヤの6番がまず出てきます。これにサインしていただき、中に入れます。岩本さんって呼ぶと、ね、ちょっとだけね、岩本さんの顔で反応してください。岩本さんが出てきたの。さらにカードを曲げて、そしてだったら1秒で分かるじゃん。あ、分かった。一瞬で、岩本さん一緒に上から手で押さえてもらっていいですか、こうやって、はい、さらに上から押さえてください。はい、これまず岩本さんが出てきて、残りギュッと押さえてください。岩本さんが潰れる。ギュッと、カードが消えます。はい、開けてオープン。オープン。なんで、お見事。はい、から開けるよ。素敵な笑顔をいただきありがとうございます。馬と一緒にスポーツをしてみませんか。馬車大学では1日体験乗馬をプレゼント実施中。お問い合わせは0479-771929まで。作吉成陽子、小説夢子、第4巻第5巻来春同時発売、予約受付中。解決プレーニング。皆様こんにちは。雑誌ハイカラ編集長の青野秀俊です。頭の若さを保つ脳トレに今日もお付き合いください。毎回こちらハイカラズ脳トレーニングのドリルの中から1問出してまいります。今日の問題はこちらです。人気シリーズの中から今回も川柳の問題でございます。四角の中に言葉を入れて川柳を完成させてください。今日の答えはこちらです。最初の川柳ですけれども、万世を信じて生きて、これは期限切れですね。私も大器晩成って言われたんですが、時間切れのようでございます。そして次が孫ついに効果と札の違い知り、これも見事な川柳でございますね。大変に面白い川柳2つでございました。今日も脳トレにお付き合いいただきましてありがとうございました。今年の夏はオリンピックがあったりして大変盛り上がった夏でございましたけれども、8月も今週で終わりです。そしてこの時期になりますと夏休みの終わりにお祭りをするところも結構あるようでございますので、最後駆け込みでお祭りに行ったり旅行に行ったりということで、最後夏を締めくくっていただければと思います。それではまた来週この番組でお会いいたしましょう。ハイカラ頭脳ドリル好評発売中。お問い合わせお待ちしております。ネイチャーセラピー、毛並みもいいし立派だね。おはよう、ドラゴンハート。今日のグループレッスンは早い軽早足が出せること、頑張ろうね。波足で手綱、客の合図でこの子とのコンタクトを探る。拳を立てる、親指が空に向いているように、客を使って軽早足。ここから少し腰を浮かしたツーポイント、前の馬と二馬身開けてキープ。客の合図が効いているようであれば
脚の力を弱める。リズムよく前足の動きに合わせてあぶみをしっかり踏む。よし、このまま頑張ろう、ドラゴンハート。こんにちは、ドラ猫のチーと。こんにちは、千葉のロンです。二人が馬選びのお手伝いいたしやーす。今日はどの子だい？ユニバーサルバンク、2008年生まれ、16歳、千葉だよ。にゃにゃにゃん、どうもこんにちは、ユニバーサルバンク、お久しぶり。天皇賞、菊花賞といった G1 レースに4回出走したんだよ。今は馬術で活躍中、ちょっと眠ですが。扇風機の風が当たるから気持ちいいんだよ。あらら、くしゃみかい？鼻に風が当たったんだね。さあ、練習が始まったよ。最初は波足、そしてリズムよく早足。尻尾の振り方も風格感じるね。そうでしょ、ちゃんと撮影してよって言ってます。さあ、今度は斜め手前変換して向きを変える。見ててください、ちゃんと曲がっているでしょ。ここで真ん中から左へ。任せてください、体が倒れず綺麗に曲がりますよ。反対もどうです？安心して乗れるでしょ。もう暑いんで水分補給も大事。今日の練習無事終わりました。明日も頑張ろう。いかがでしたか？今日のお馬さんは優雅に尻尾を振るユニバーサルバンクです。劇団芝山芸能社のきっとすべてうまくいく。今日はどんなことが起きるのか。アメンボのように海の上をスイスイと散歩するようにサップに乗ってみよう。そうだ、白子町のカオルさん教え方が。で、それはうまかった。何を言わせるんですか、うまかった様。しょうちゃん、怒ったお目々がとっても可愛い。そんな目が可愛いなんて、何を言わせるんですか二人とも。今日のことわざです。財布が軽いと心は重たい。財布が軽いとね、心が重たいのよ。人は金がないと心が憂鬱で心が浮かばないということ。よしおちゃん、私財布の中身見たら1000円しか入ってないのよ。そんな時はこの歌が心にしみる。どんな歌？今日は枯れすすき貧しさに負けた。いえ、世間に負けた。待て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 、それは借金を返さなくなった男女の話でしょ。さあもう一回。よしおちゃん、私財布の中身見たらさ、1000円しか入ってないの。そんな時はこの歌が心にしみる。どんな歌？サザンカの宿。曇りガラスを手で拭いて、あなた明日が見えますか。
か。まあ、手待て待て待て、それは失恋の歌でしょう。さあ、もう一回ですか。よしおちゃん、私ね、財布の中身見たら1000円しか入ってないの。そんな時は歌も出ないわ。寂しいわ。嫌なこと、もやもやした日は診察を眺めてすぐに寝てしまおう。そうです、そうです、よくできました。お金がないと心が重たくて優れない、まさに財布は軽いと心は重たいです。でもな、最近は財布を持たないよ。スマホ決済でポイント貯めるもんね。次回もきっとうまくいく。太陽馬戦オールジャパンオープンチャンピオンシップ、ハンターシート80センチ障害飛越競技。